バスに乗ろう。バスが来ました。バスが止まるまで安全な場所で待ちましょう。ドアが開くまではバスに近づかないでね。バスに乗るときに目的地のバス停を運転手さんに伝えてください。伝えたバス停で止まってくれます。乗車定員を超える場合は次のバスを待ってください。 ワンポイントえな市内を走るバスの運賃は1乗車200円ですわかりやすいですね市外へ乗り入れた場合はこの限りではありません